安寧を求め震える人々よ、私の声が聞こえているか。これより門を開き、真の正義を実行する。偽りではない平和な未来はすぐそこにある。恐れを捨て、平和の訪れを待て。いたぞ、あそこだ。愚かね、あなたたちは世界を、人間を破滅へ導こうとしているのよ。破滅へと導いているのはお前の方だろ。分かっていないわね。あなたたち二人が負った宿命に同情の余地はあるけれど、無知ゆえに悪しき人間どもに踊らされて死ぬ、その不運からは逃れられないわ。でも黙って見ていてくれるなら、あなたたちの魂生かしておいてあげる。
聞こえるか？俺はジェナを追ってゲートに入ったんだけど、あんたはどうしてこっちに来たんだ？まあいいか。それに来てくれて助かった。そこからも見えるだろう、あれ、ホームンクルスだ。まだ生まれる前みたいだけど、キメラを吸収し続けてる。こっちの世界ならあいつを成長させるための餌に困らないってことか。とにかくジェナがあれを使って何かしようとしてることは間違いない。あんなサイズのホムンクルスが生まれたら大変なことになる。その前に俺たちで破壊するぞ。ジェナの反応は完全にロスト。もうこっちにはいないのかもしれない。代わりと言ったらなんだけど、小型のホムンクルスやモールで見た触手があちこちにいるみたいだから注意しろ。減らないと思ったら、あの大きな塊から発生してるのか。厄介だな。Thank you.
も聞いて、ジェナの反応を捉えたわ。第三六地区に出現した隊長は東に向かって高速で移動中。ネウロン部隊全員に非常招集をかけたんだけど、各地に出現したホムンクルスに足止めされている状態よ。ジェナの向かっている方向、まさか手薄になった本部襲撃が目的だったのか。そうか、なんとすると狙いは一つしかない。オリーブ、至急司令の避難準備を頼む。俺もすぐに戻る。え、了解。あのデカブツはあんた一人に任せる。終わったらすぐアークに戻ってくる。俺一人でジェナを止められるかどうかわからないからな。じゃあ本部で待ってるぞ。なったみたいね。司令の避難準備はできているわ。アキラ君が戻り次第移動を開始する予定よ。帰還ポイントが分かり次第ヘリを送るわ。とにかくあなたもすぐに戻って。